スラベン・ビリッチ、スラベン・ビリッチ、スレイブン・ビリッチ、1968年9月11日は、クロアチア・スプリト出身の元サッカー選手、現サッカー指導者、クロアチア代表であった。現役時代のポジションは、DEF、2006年より2012年まで、クロアチア代表監督を務めた。19歳だった1987年に、 地元の HNK ハイデュクスプリトからデビューし、1992年にはプルバ h n ウェルで優勝した。ハイデュクに6年間所属し、1993年にドイツブンデスリーガのカールスルーエースに移籍した。1993から94シーズンの UEFA カップでは、オランダの PSV やアイントホーフェン、スペインのバレンシア CF、フランスの FC ジロンダンボルドー、 ポルトガルのボアビスタ FC を下して、準決勝まで勝ち進んだが、準決勝では SV アウストリアザルツブルクにアウェーゴール差で敗れた。ドイツでの活躍が認められ、1996年にハリー・レドナップ監督率いるイングランドプレミアリーグのウエストハム・ユナイテッド FC に移籍した。1997年にはエバートン FC に移籍し、1997から98シーズンは、 レギュラーとして活躍したが、1998から99シーズン以降は、出場機会が減少した。2000年に、古巣の敗力に復帰し、2000から01シーズンを最後に、現役引退した。1992年7月5日、オーストラリア戦で、クロアチア代表デビューした。この4年後に行われた、UEFA e u r 1 9 9 6では、 レギュラーとして活躍し、クロアチア代表のベスト8入りに貢献した。1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では、アウェー扱いでのボスニア・ヘルゼゴビナ戦とウクライナ戦で先制ゴールを決め、さらにホームでのボスニア・ヘルゼゴビナ戦で同点ゴールをメルなどし、クロアチアの独立後初の FIFA ワールドカップ出場に貢献した。 1998FIFA ワールドカップ本大会では準決勝に進出したが開催国フランスとの対戦となった準決勝ではローラン文と小ゼリアになりブランはビリッチの顔面に肘打ちしたとして退場処分を受けたフランスは結果的に優勝したがブランは出場停止処分を受けて決勝に出場できずさらにリプレイ放送でビリッチが肘打ちを受けたかのような演技をしたことが 明らかになったため、フランスサポーターからの憎悪を一心に浴びることとなった。3位決定戦のオランダ戦では、ビリッチがボールに触るたびに、またボールを保持した、オランダの選手に対してビリッチがプレスをかけた時に、ブーイングが浴びせられた。しかし、ビリッチは試合終了までプレーを続けて、勝利に貢献した。2001年11月にフルスハイデュークの暫定監督に就任し、 シーズン終了まで指揮を取った。2004年には U-21 クロアチア代表監督に就任したが、2年後の 2006FIFA ワールドカップ後、グループリーグ敗退という結果に終わって解任されたズラトコ・クラニチャール監督の後任として、クロアチア A 代表監督に就任。ニコトロベルトの小鉢兄弟などのベテランを軸に据え、U-21 クロアチア代表から教え子である。 ルカモドリッチ、エドワルド・ダ・シルバ、ベトラン・チョルルカなどを抜擢した。2006年9月には、主力のダリオスルナ、イビツ・アオリッチ、ボシコ・バラバンが合宿所を抜け出して夜遊びした事件、フォンタナ事件が起こったが、規律を重んじて3人を追放した決断は、指導者としての評価を高めた。u e f a エウロ2008予選では、イングランド、ロシア、イスラエルなどと同組となったが、 球場2分いっぱいで全出場国中にくらいタイの勝ち点を稼ぎ、3位のイングランドに勝ち点6差をつけて本大会出場を決めた。本大会ではドイツ、オーストリア、ポーランドと同組となり、3戦全勝でグループリーグ突破を決めた。トルコと対戦した準々決勝では延長終了間際にクロアチアが先制し、その直後に トルコが追いつくという劇的な試合になったが、PK 戦の末に敗れてベスト8に終わった。2010FIFA フフワールドカップ、ヨーロッパ予選では、イングランド、ウクライナなどと同組となったが、主力選手の相次ぐ、怪我のためにベストメンバーが組めず、イングランド戦では、ホームアウェーの2試合とも大敗を喫した。6勝2分2敗の勝ち点20で2位のウクライナに及ばず、 プレーオフに回ることもできずに予選敗退に終わったため、クロアチア国内のメディアから過激な批判を受けた。成績不振の責任を取って辞任する意向を示していたが、代表選手やクロアチア国内世論は、ビリッジ続投を強く支持し、代表監督に留任した。UEFAA ウロ2012予選では、ギリシャ、イスラエル、ラトビア、ジョージアと同組となり、 絶対的な強豪国不在のグループとして注目されたが、ギリシャに次ぐグループ2位となってプレーオフに行った。プレーオフでは4年前の本大会で2英雄を飲まされたトルコとの再戦となり、ビリッチがリベンジの機会を待ちわびていたと語ったクロアチアは2試合合計3-0で勝利して本大会出場を決断。本大会ではグループリーグ初戦でアイルランドに3-1で解消し、 イタリアと戦った2戦目では、後半の戦術変更が功を奏して1から1の引き分けに持ち込んだ。2試合を終えて、勝ち点4を奪い、グループ3位のイタリアに勝ち点2差をつけていたが、3戦目のスペイン戦では、接戦の末に0から1で敗れ、好印象を残しながらも、大会を去った。2012年7月、FC ロコモティフモスクワ監督に就任。 リーグ戦で9位に終わり、1年で解任された。2013年6月、ベシクタシュ JK の監督に就任、2シーズン指揮を取った。2015年6月、サム・アラダイスの後任として、選手時代にプレイしたウエストハム・ユナイテッド FC の監督に就任。就任1年目となった15から16シーズンは、ディミトリ・ペエを中心に攻撃的なサッカーを展開し、チームは、 リーグ4位の総得点65をマーク。終始定調に終わったリバプール FC やチェルシー FC の上を行くクラブ記録の勝ち点62でリーグ戦7位に導き、翌シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ予選の出場権を手にした。2016から17シーズン、ユイファル予選のプレーオフで敗退してしまい、本戦出場を逃した。リーグ戦は 中位の11位に終わった。2017から18シーズン、開幕から調子が上がらず11節を終えて2勝3分6敗の18位と、合格権に低迷。11月6日に解任された。母国語のクロアチア語の他に、流暢なドイツ語、イタリア語、英語を話すことができる。法律の学位を取得している。ロックミュージックの大ファンとして知られる。 クロアチアのロックバンドであるローブオのメンバーであり、お気に入りの赤いギブソンエクスプローラーを使用する。2009年、ローブオは UEFA e u ロ2008におけるクロアチア代表の躍進を称えたバトリノルディロ燃えたギル狂気という曲を発表した。合計443楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。